皆さんこんにちは。プロレス観戦動画を上げているアイムです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。伊藤真希がまっすぐ鈴木みなみにぶつかっていったことで生まれたここにしかないプロレスが本当に魅力的な試合だったので話していければなというふうに思います。本日はですね、2024年3月31日に東京女子プロレスで開催された東京女子プロレスグランドプリンセス2-4の第7試合、20分一本勝負スペシャルシングルマッチ、鈴木みのる対伊藤真希の感想を話していきたいというふうに思います。それでは始めていきます。では目次ですね。まずは伊藤真希がどんな形、どんな姿でやってきたのかということで、まあ、どういう戦いで始まっていったのかですね。でその後ですね、まあ、鈴木みのるに対して一つの言葉を投げかける伊藤真希ということ、そして、まあ、変わらない伊藤真希と、まあ、試合の決着も含めて話していければと思います。最後にですね、試合中に撮った写真まとめて見ていただければなというふうに思います。それでは始めていきます。で、一つ目ですね。伊藤真希が手ぶらでやってきて、鈴木みのるとグランドの戦いということで、まあ、YouTube でその経緯は流れているんですけど、タッグを組もうと話した伊藤真希に対して、まあ、シングルマッチを戦う方が面白いと返したのは、まあ、鈴木みのるですと。で、そこに関して売り言葉に買い言葉で受けた伊藤真希がですね、向き合うというワクワクするカードが、まあ、発表されました。で、まあ、GCW ですね。アメリカのハードコアの団体で戦って、伊藤真希らしく、まあ、狂気である、お気に入りの狂気であるピザカッターを持ち込んで、ハードコアになるのかなというふうに予想してたんですけど、そうならずにですね、そのままの伊藤真希でやってきたなと思います。でまあ、いわゆる鈴木みのるですね、プロレス界の王様である鈴木みのるという、まあ、怖さのある試合の前に、いつも通りブルックインザホールを歌って、入ってくるんですけど、伊藤真希が。この表情がそれだけで魅力的で、これなんですけど、はい、なんかここでしか見ることができない試合になりそうだな、というような期待感を感じました。で、対するですね、鈴木みのるも変わらない怖さですね、まとって入場してきてどうなるのかというふうに、まあ、会場全体が、まあ、息を飲むって言葉がこれほど正しい場はないなと思ったんですけど、まあ、そんな状態でゴングが鳴りました。で、鈴木みのると伊藤真希のスペシャルシングルマッチですね、ゴングが鳴るとですね、まあ、伊藤コールに包まれるんですけど、距離を取りながら相手を探っていく鈴木みのると、まあ、伊藤真希が組み合うと、みのるが上から体重をかけていくと。で、伊藤がうまく抜け出しても、みのるが腕を捉えて締め上げるということで、まあそういうグラウンドの攻防でも会場が湧いていきます。で、まあ、鈴木みのるに対して、オーソドックスな攻防をしていくだけで湧くのだなというふうには思いましたし、まあ試合序盤でぐっと引きつけられたのは伊藤真希がまずはその身一つでぶつかるという決めた心を感じたからなのかなと思います。で、この序盤の攻防だけでも期待味があったと感じる時間だったんですけど、まあ、それだけで終わらないのが、これ伊藤真希と鈴木みのるの試合だったかなということで、二つ目の話に入っていきます。で、二つ目ですね、鈴木みのるをクソジジイと言い放つ伊藤真希ということで、まあ、グラウンドの攻防で何とか食らいついていくんですけど、少し分が悪いなというふうになったのか、伊藤真希らしさが出てきます。で、伊藤真希が握手を求めると、まあ、みのるコールがあって、で、まあ、鈴木みのるが握手をすかされて怒ると伊藤が泣いてしまう。で、まあ、レフリーも泣くみたいな、この伊藤真希の泣き真似みたいな、まあ、攻撃なのかわかんないですけど、そういう展開もあって、まあ、二人を泣かせた鈴木みのるが困っている中で、まあ、嘘泣きの伊藤真希が鈴木みのるの動きを止めて、まあ、みのるにですね、世界一可愛いのは伊藤ちゃんナックルを見舞うという形ですね。で、ここは伊藤が、まあ、鈴木みのるのお株を奪ったというところなんですけど、それに対して、鈴木みのるも追いかけていくと、まあ椅子で、場外で落として、まあリングの正面でエルボーを受け止めるんですが、受け止めた上で椅子で叩きつけるということで攻撃をしていくこともあります。で、鈴木みのるが場外に糸巻きを締め上げると、まあ観客を威嚇した上でリングに戻るという形で、どんどん伊藤コールが、伊藤ちゃん頑張れみたいな、伊藤コールが大きくなっていきますよ。で、
まあ、伊藤真理がですね、膝をつきながら燃える棒を離すと、鈴木みのるがどうした、オーラと、挑発すると。で、挑発すると、伊藤真理のエルボーが強くなって、なんとか鈴木みのるを倒して、こけしちゃんというですね、ロープに走っての、まあ、ヘッドパットを狙うんですけど、鈴木みのるが避けてしまうと。で、ここで、一つの言葉が出てくるので、まずこのシーン、動画見ていただければなと思います。はい、見ていただいた通り、めっちゃクソジジイって言ってますね。この真ん中から避ける鈴木みのるを捕まえて口を押さえて動くなというふうに言って、まあ、鈴木みのるにかこんなことをリングでされるってあんまりないなということで、もうたまんない。僕はすごい好きな応募で、ここでまた糸巻が、まあそうですね、クソジジイ動くなと言って走るんですけど、みたいなとこですね。こういうふうに、クソジジイっていう単語、印象に残るんですけど、前回もこの糸巻と鈴木みのるがタッグを組んだ試合でも、このクソジジイ単語が出てきてて、この糸巻が鈴木みのるをクソジジイっていうふうに呼ぶっていう、まあ、この単語を大切に使ってるなっていうふうに思いますと。まあ、この二人の試合には、クソジジイは付き物になっていくのかなというふうに、まあ、改めて前の試合を思い出しつつも、まあ、前回のタッグの時になかった戦いの深みっていうのはこの先にありましたというのが3つ目の話です。で、この3つ目ですね、攻め落とされても鈴木みのるは、伊藤真希は変わらないということで、まあ、パートナーと組んでいる中でのクソジジイじゃなくて、まあ、対戦相手として向き合っている中でクソジジイと言って、まあ、ただ2人のシングルマッチなので決着ってどうなるのかということで、プロレスラーとしての伊藤真希の意地に鈴木みのるが少し応えたように見えたなと思います。で、まあ、力の差なのか、体力の差なのか、まあ、もちろん性別の差もあるんですけど、まあ、少し厳しいんだろうなという中で、鈴木みのるが伊藤真希に疑義を飛ばすと、伊藤真希がもっと食らいついていきます。で、伊藤真希頑張ってほしいというふうに応援が集まる中で、エルボーを放っていくと、鈴木みのるにも打つようになります。ここですね。で、まあ、鈴木みのるのエルボーってやっぱ、狂気のような鋭さを持っていて、まあ、その、鈴木みのるにエルボーを打てということを意味を分かっているはずなんですけど、まあ、鈴木みのるが覚悟はできてんのかと、伊藤真希に言った上で、伊藤真希ができていると返す。で、まあ、鈴木みのる強烈なエルボー一発が突き刺さるということで、このやりとり含めて、この試合の僕はベストシーンだったなと思いますので、よかったら見ていただければなと思います。覚悟できてるのか、できてるのか、できてるよ。はい、ここですね、伊藤真希のエルボーを鈴木みのるが受け止めていくんですね。で、伊藤真希の相手が入るとどうすんだということで、伊藤真希が打ってこいということで、はいはい。まあ、先ほど音声ありで上げてますので、そちらもう一回気になる方は見ていただければと思いますが、打ってこいということで、伊藤真希の髪をしっかり押さえての、はい、右のエルボー一発ということで、これはインパクトあったなというふうに思います。もう、まあ、戦いなんだと、プロレスというものの戦いっていうのを見せてくれた時間だったなと思います。もう二人の思いがこもって、思いというか心がこもっているように見えたぶつかり合いにたまんなかったなという感じですね。で、まあ、この後で試合はですね、エルボーで倒れた伊藤真希に立てようと鈴木みのるが言って、レフリーが止めようとした、まあ、何ですか、レフリーストップをしようとしたんですけど、みのるが止めて、まあ、スリッパーで締め上げると。で、伊藤がなんとか丸め込みで狙うんですけど、みのるの鋭い動きでですね、バックに回られるとスリッパーで締め上げますと。で、まあ、伊藤真希なんとか粘るんですけど、ウォッチ式ドライ、パイルドライバーですね、鈴木みのるの必殺技出さずにスリッパーで締め落として決着という形になりました。で、試合結果としてはですね、20分の一本勝負だったんですが、18分1秒ですね、あと2分で引き分けだったんですけど、18分1秒で TKO 勝ちで、鈴木みのるが、スリーパーホールドで勝利したという形になります。で、ここでですね、ゴチ式パイルドライバーではなくて、スリーパーで決めたことにも、まあ、鈴木みのるの謎かけがあるように見えたなというふうに思って印象的なシーンでした。
で、試合後にもですね、伊藤真希は変わらず中指を鈴木みのりに突き立てて、まあ伊藤ちゃんらしさ出すんですけど、その指を鈴木みのりはひねり上げるみたいな。で、ひねりながら退場するっていうのも、まあ、いいものを見たなというふうに感じてしまうシーンだったなと思います。まあ、これもプロレスであり、プロレスの可能性を示したこの試合、まあ、本当に現場で見て僕は良かったなと、この大会で行って良かったなと思った試合でした。はい。で、まあ、もちろんレスユニバースで、見れますので、はい、よかったら見ていただければなと思います。最後にですね、撮影者写真紹介させていただければなと思います。まあですね、まあ先ほど見た鈴木、最初に見た鈴木みのとの大一番の前にね、勝する伊藤真希ということで、この表情もいいなと思いましたし、まあ鈴木みのるは、はい、変わらぬ怖さを持って入ってきました。このタオルの中で光る目がすごいなと。やっぱかっこいい良さっていうのもどんどん増しているなと思いました。で、試合としては序盤ですね、腕の取り合いで伊藤真希が腕をなんとか掴んでいくっていうような形で、はい。クラシカルな展開もありましたし、足の取り合いもありますね。鈴木みのるが伊藤真希の足を締め上げるだけでも悲鳴が上がりましたね。で、伊藤真希のこのスイング DDT で先飛びつき式は、まあ鈴木みのるに決まって、伊藤真希ムーブの一つなので、これは沸きましたというところです。いい表情で戦いをしていく鈴木みのるなんですけど、まあ勝った後ですね、伊藤真希に拍手を求める鈴木みのるが、まあ伊藤ちゃんが立つんですけど、はい。どうなるかなということで、何とも言えない表情の伊藤真希に対してが、最後指を突き立てる、あ、伏せず突き立てると、まあ、握手を求めた鈴木みのるが、どうなん、怒ってですね、はい。やばいなぁ、みたいな空気の中で、はい。この指を見上げて、退場すると。ことで、本当に、この二人らしい試合でもう最高だったなというふうに思います。はい。いい試合だったなと、今でも、まあ、思える試合だった。ですね。はい。ぜひ、何度も同じことなんですけど、レスユニバースで見ていただけると嬉しいなと思ってます。明日はですね、まあ、この試合の1分動画上げていきますので、よかったら見ていただければなというふうに思います。それでは本日動画は以上となります。また次の動画でお会いできれば幸いです。それでは、さよなら。